お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、サバカっていうところで参っていきたいと思います。というところで、前はですね、はい、ようやく決めることができました。本当にこのもう名前を決めるのにめちゃくちゃ時間かかった。本当に悩んで何にしようかなっていうので、こちらミラーウィープスっていうところに、まあ、収まりました。はい。っていうところで、もう名前はもう触れないでください。まあなんでこの名前にしたかっていうと、まあ、僕普通にその、まあ、鏡ですね。まあ、ミラーがまあ好きで、まあ、よく使ってるっていうので、まあ、ちょっと名前にね、入れたいなっていうのがあって。で、あとまあ、ミラーだけだとやっぱ寂しいじゃないですか。でまあ、ラットミラーとかミラーラットとかまあ、いろいろね、パターンがあったかもしれないですけど、ちょっとね、まあ、ウィンプスが恋しくなったかなっていうので、まあ、ウィンプス復活させまして、まあ、ミラーウィンプスっていうところでね、やっていきたいなと思いましてですね。はい、こちら、サバカ指導でございます。さあ、でも、あれなんですよね、トロフィー、まあ、見ての通りまだ600です。600。本当にこれからっていうところで、まあ、カードもね、なかなか集まっていない状態で、なんですけど、まあ、あれですね。まあ、どういう、意外とトロフィー、まあ、1000とか、1000はな、意外といないから、まあ、2000とか、まあ、3000の人に参考になるか分かんないですけど、まあ、こういう出来もありなんだな、っていうのでですね。まあ、こちら、カード、これだけです、これだけ。まあ、今日はね、こちらのデッキを使ってですね。っていうか、まあ、僕が今ずっと使ってるデッキですね、これは。はい、っていうところでやっていきたいと思います。まあ、とりあえず初期は、まあ、スーパーレアとかウルトラがめちゃくちゃ強いんで、まあ、そこはしっかり入れてですね、あとはまあレベル高いやつを優先して、まあ、入れるのがすごいいいかなと思いますね。あとはもう、まあ、僕はとか使い慣れてる人とかとこのスケルトンとかヤリゴブとかは高回転でね回せるんで、すごいいいカードかなと思います。っていうので、こういう、まあ、ユニットに対しては、こう、しっかりね、釣ってあげるっていうのがものすごい、大事になってきますね。よいしょ。はいはいはい。多分、さすがにね、こっちはサバーカで、相手はその、ね、サバーカとかじゃない、人たちばっかだと思うんで、もうほぼ、もう参照動画になると思うんでね。まあ、今後は、そのいろんなね、ちょっと何それみたいなやばい編成とかでやっていきたいんですけど、とりあえずカードが集まらないとどうにもならないっていうのでですね、まあ本当にただの弱い者いじめみたいななっちゃってるんですけど、そこはしゃーなしですね。はい、っていうので、もうこれは後ろからしっかり形を組んであげれば終わりますね。よいしょ。よし、さあ、まあまあまあ、意外とですね、まあトロフィー2、3000とかだと何がいいかな。僕は意外とミニペとかマスケとかは、まあ、レベルも上げやすくてすごいいいと思うんですよね。あとはスケルトン部隊も結構いい。これが強い。このスケルトン部隊が、まあ、今別にそのめちゃめちゃ弱いってわけでもないですし、強いですね。はい、っていうのでこれは終わりですね。よいしょ。よし。よし。あ、そう。BO3 動画を、撮ろうと思ってるんですけど、マジで。意外と、やっぱ数が限られるというか、まあ、限られる、誰と撮ろうかなって考えるんで、意外とコメントで書いてもらえると助かります。で、ポロンさんは、マジで。僕、前にも、結構動画が、7月とかかな。YouTube でめちゃくちゃ撮って頑張った時にポロンさんに結構頼んだんですよ。ね、コメントとかでもポロンさんとしてほしいってあったんで、もうポロンさん BO3 とか BO3 とかもう BO1 でしたね、その頃は。フルバトお願いしますって、まあ、結構夜っていうのもあったり昼っていうのもあったんですけど、そしたらちょっと今友達と飲みとか、ちょっと今無理みたいな。だからもう何十回かないですけども、ね、めちゃくちゃ振られました。っていうので、なんで、結構ね、ポロンさん、ハードル高いっす。ハードル高いっす。それは BO3 って、まあ、やってばね、そんな得ないんでね。逆に、僕の動画とかだと。
なんでまああんま出る、ただめんどくさいだけなんすけど、そう意外とねちょっとやってそういけそうな感じの人でお願いしますね。しかも今回からね罰ゲーム BO3 っていうのでやっていくんで、まあ、リベンジポロンさんあるんですけどね、まあ、やってやりたいですね。そうなんで負けたら、まあ、僕はですね、僕は負けたらその罰ゲームをやるんですけど、実写でやります。なんでもうマジで負けたくないのと、その罰ゲームの内容はそのコメント欄に書かれてるやつをでもう絶対なんか一つ採用しようかなと思ってるんで、そうですね、コメント欄にその BO3 系の動画が上がった時はそのコメント欄に書いていただけると、まあそちらのねマジで本当にえげつないのとか無理ですからね、本当にスクランブル交差点で裸踊りしろみたいなそういう系とかは無理なんですけど、さすがにちょっと無理がある。なんでその家で部屋でちょっとできそうな感じとか、まあ本当に頑張ればできそうなやつとかならいいんですけど、絶対無理だろうな的なのはね勘弁してほしいっていうところで、マジで BO3 動画出したいけど負けたくはないですね。よいしょ。っていうところで意外と手こずりながらもこれはいけたかな。よいしょ。もうこれは数のご利用しですね。よいしょ。これは無視して終わりです。よし。さあ今何千した ?2000 ぐらいかな。ちゃちゃっと2000ぐらいまで上げたいですね。2,3000 までは。いや、わかんないな。わかんない。今何戦したかもわかんない。よいしょー。ほんとに。ああ、待って。出ちゃった。ほんとに、結構勝てない人は2,3000とかで、形を作るのをすごい意識したらいいと思いますね。まあ、今僕はジャイアントを使ってるんですけど、サバカでは。この、形を作ってあげるっていうのがすごい大事で、ですね、まあ、ジャイアントの後ろにしっかりネクロを出してあげるみたいなのはわかるかもしれないですけど、それはですしっかり後ろから組み立ててあげると言いますからですね、なんだろう、まあ、やっぱ形作りですね。もう縦役と後衛役とみたいな感じのやつをしっかり組み立ててこの端前でジャイアント単体とかいうのはあんまりおすすめはしないですね。よいしょ。ここはしっかり守ってですね。で、こういうところで、このアーチャーの前にね、ジャイアントつけたいのはわかるんですけど、こういうところでしっかり後ろからですね、このジャイアント出して、ネクロマサ出して、またミニペック出してみたいな感じで、形を作れば、結構ね、これはもう本当にいいです。そのトロフィーが文字で展開とかに行ったりしても、めちゃくちゃ大事なことで、結構なんか出だしにね後ろからマスケットして、まあ、相手もなんか合わせていきますっていうので端前にジャイアントポンって合わせたいのは分かるんですけど、そういった場面でどれだけ我慢して後ろからジャイアントそのマスケットとかをね、まあ、捨てる勇気と言いますか、結構後ろから組み立てる勇気っていうのがすごい大事になってきますね。よいしょ。本当にうまいジャイ使いってユニットを結構捨ててくるんですよね。まあ、すごい、また延命もすごいしてくるんですけど。これはもう、あれですね、もう、すべてを無視して、形作ってあげれば、相手は、これは防衛ができないですね。しかも今、ファイアボール使ったので、あとはまた勝つのをご利用して、OK。本当に弱い者いじめの動画になっちゃうんですけど、今は。まあ、今後ね、よし、今後、マジで、まあ、エリババとかロイジェイとか増えてくれば、それに対してのね、この格上に対しての、ね、こういう立ち回りがあります的なのもね、紹介できたらいいなと思います。というところで、本日はですね、まあ、ミラーウィンプスになりまして、終わりになります。よければ、チャンネル登録などの方もしてもらえると嬉しいなと
思います。ではバイバイ。